教えちゃうことがあってね。ちょっとへこんで曇り空でも、僕だけ忘れちゃいけないよ。商店街アイドル看板娘です。よろしくお願いします。はい、それでは早速自己紹介いきたいと思います。トップバッターはかなちゃん。はい、かっきんのんきかのん好き薄紫担当かのんです。よろしくお願いします。イエーイ。次はあいちゃん。はい、愛情愛想愛嬌愛のダンクボンボー。ありがとうございます。皆さんに愛をお届けします。ドリード担当です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私たち安城商店街アイドル看板娘は、商店街から安城を元気にをコンセプトに結成された商店街密着アイドルです。商店街のイベントに出演したり、商店街のお店の PR をしたり、安城市や安城市の商店街活性化のための活動をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで看板娘小牧市初上陸です。イエーイ。あれいつも見てる人が、あれてかプライベートでも来たことある？実はないんだよね。かのんちゃんは？私もない、初めてだよね。どう、なんかすごい、あの建物とか初めて入ったけど、すごい綺麗だったし、なんかいろんな施設入ってた、ね、そう、それね、中でもイベントやってて、今日そう、楽しそうだった ね。あとさ、今さっきあの飛行機通ったけどめっちゃ近くなかった。空港すごい、ね、びっくりした。ありえない、安城じゃありえない。そう、安城じゃね、もっと遠くに見えるから、ね、そういいね。ねえ、あとさ、私たちさ、うん、初めてっていうことでさ、ちょっと調べたんだよね。そうなんか小牧長久手の戦いとか、そうで、さっき言ったけど空港とか、そう名古屋高知も有名なんだよね。うん、
とはさ、安城市にもあるけど、うんうん、コロナワールドっていう施設、うん、いろんなカラオケとか温泉とか入ってる、うん、そこの本社が小牧市にあるんだって。絶対立派だよねっていう話をしたの。そうしたの。そう、しかもさ、ビジネスホテルが入ってるんだって。そう、やばやばいよね。ビジネスホテルが入ってるってことはそう、まあ、楽しんで泊まって出るぐらいのアミューズメント施設があるっていうことでしょ。めっちゃ気になるね。きっとなんか安城とのタスコ本社の違いは気になるね。気になるね。安城は泊まれないもんね。そう、あとさ、あの小牧でさ、うん、なんか食べ物とかで調べた時にしるこサンドが出てきて、うん、そう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 、なんか生しるこサンドみたいなのが出てきて、めっちゃ美味しそうなの。え、食べたことある人いますか？生しるこサンド美味しかった？美味しい。あー、美味しいんだな。絶対美味しいよ ね。どこで売ってるんだろう。そう欲しくなっちゃうよね。え、だって生なんとかってなんか美味しいじゃん。絶対キャラメルもそうだけど、ね、全部美味しい。そう、買いたいね。ね、帰りに買って帰るといいね。お土産としてね。お土産買って帰ろう。ね、あとさ、私たちこの後お昼ご飯食べたいなって思ってるんだけど、そうだよね、そう、小牧市のね、おすすめのお店とか、うんうん、あったら皆さんぜひ教えていただきたいです。お願いします。お願いします。はい、ということでそろそろ次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。看板娘で大好き。大好き。
よ。何かだからなんて淡くて今ないだいね。そんなある時突然の奇跡が訪れた。あなたの声に胸がボクッと弾んだ。目が合って不意にあなたの笑顔にときめく。私緊張してつい目を背ける。やっぱり勇気は出して話しかけてみよう。キラキラ弾ける笑顔であなたに向かってた。バンバンバン、何気ないいつもの日々に潜んでる胸のときめき。もう見て揺れるかな。君の来てくれるよね。まだ名前も知らないけど、いつかはそんなに歩きたい。ふたり出会えたこの奇跡はいつまでもだ。お客さんとおしゃべりできないので、そうそう、ショコラちゃんを呼びたいなと思います。せーの、ショコラちゃん。みなさんこんにちは、ハッピーパプリカのショコラです。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。わざわざ小牧市まで来ていただいて。こちらこそありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。ショコラちゃんにはね、聞きたいことがあるんだよね。そうなのよ。安城市の印象って何かあったりしますか？はい、安城市、すいません、あんまり詳しくはないんですけど、はい、デンマークデンパーク、デンパークに行ったことがあって、あ、ありがとうございます。ソーセージが美味しかったり。そうなんですよ、美味しいよね。そうか、あとは、
吹奏楽が強いイメージ。ああ、安城学園さんやっぱりですね。強いですね。ありがとうございます。そうなの、安城なんかみんな知らないかもしれないけど、うん、安城市にはデンパークっていう、そうそう、なんかあの大きな庭園みたいなのがあって、そうそうそう、めちゃめちゃお花が綺麗なの。そう、どの季節も楽しい。そう、うん、でなんか建物もなんかそのデンマーク風の建物になってて、うん、そうそうそう、本当に写真映えする。からね、ぜひ行ってみてほしいね。でさっきショコラちゃんも言ったんだけど、ソーセージも美味しいし、ね、めちゃ美味しそう、めっちゃ美味しかったね。そう、あの焼きたてのソーセージが食べれるのちょっとぜひショコラちゃんが美味しいって言ったソーセージを食べに行ってください。食べに来てください、ね、お願いします。あとさ、なんか私たち結構共演したことありますよね。ありますね、はい、こうやってちゃんと話すのは初めてですね。初めましてなんですけど、そういう面ではね、確かにすごいしっかりも、そうそう、すごいしっかりしてて、びっくりしたの。そんなことはないですよ。お年齢とかって聞いてもいいんですか。年齢不詳と言いたいところなんですけどもうだいぶ前から公表しちゃっていますので、今年22歳になります。え、若いよね。若いよね。また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 。いやいや、だってあのこの中で一番あれだよ、年。そうなんですか。そうですよ、だよね、うん、そうですよ。聞いても大丈夫。私は24です、今。私も24です。2個上、3個、それぐらいかな、2、3個になる。だから若い。そう、若いの。22歳だって。そう、若い。しかもダメ、私よりしっかりしすぎて。いやいや、そんなことない。そう、看板娘よりしっかりしてるの。そう、なんか案内とかしてくださった時にね。そう、今看板娘の最年少は愛ちゃんなんだけど。24歳の最年少。そう、最年少なんだけど、ね、あのしっかりしてるよね、本当に。しっかりしてる。ありがとうございます。見習おう。そう、見習わなきゃと。いやいやいや、もう。ハッピーパプリカは今ね、メンバー一人なんですよ。でももう、ね、いろいろやらざるを得ない。今日も MC されてますもんね。そうなんですよ。でもさっきね、MC 間違えてたみたいです。え、あの、禁煙禁止って言ってたみたいで。禁煙禁止、あ、そっか、禁煙禁止じゃダメですね、吸わなきゃいけないかと思って。喫煙禁止です、皆さん。ごめんなさいね、しばらの気づかなかったミス。私も気づ、隣で聞いてたはずなのに。ね、全然気づかなかった。暑さでね、頭がぼーっとしちゃいますから。暑いからね、しょうがないね。皆さん、今日は本当に熱中症には気をつけて、うん、たくさんお水とかね、はい、あの、そこで水分もお菓子も売ってますので、ぜひ本部で買っていってください。ぜひぜひ。あと、ショコラちゃんにもお聞きしたかったんですけど、あの、はい、小牧でなんか美味しい食べ物とかお店とかって おすすめあったりしますか。うん、小牧はですね、あの、この隣の建物の下っていうか1階にあるんですけど、八尾金さんっていうフルーツショップがすっごい有名で。そうなんだ。行きたい。なんか季節のパフェとか、食べたい。めっちゃね、美味しいんですよ。行くしかない。アイスジェラートとかもありますし、あと有名なのは、あの、そこの大きい通り、通りにあります、ホテイヤっていうたこ焼き屋さんが。いました、なんか来るときに。あったあった、あればと思いました。めっちゃ有名で。そうなんだ。平日でも行列ができるぐらい。今日どうかな。日曜日だから。じゃあこの後、そう、時間あったら行きたいね。ぜひ行きたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、いろいろ美味しいものいっぱいあるんで、はい、見てってください。ぜひ楽しんでいきたいと思います。楽しんでください、はい、ありがとうね、さくらちゃんでした。ありがとうございました。ハッピーパプリカのショコラでした。この後も皆さん楽しんでいってください。はい、ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいましたので、今後の告知です。ありがとうございます。今月7月23日は看板娘の定期公演があります。時間は18時10分頃からで、場所は市民交流センターで行われます。予約の受付も開始しているので、ぜひ公式ツイッターをチェックしてみてください。お願いします。はい、そして8月5日金曜日は22時からピッチ FM83.8MHz にて、金曜日の和室看板娘のずっとグダグダラジオの放送です。皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、そして8月の5、6、7日は安城七夕祭りが開催されます。やったー。ただ屋台とかイベントはできないんですけど、あの、私たちはね、6日の土曜日に独自にちょっとね、イベントを計画しているので、ぜひ8月6日予定を空けておいてくださると嬉しいです。お願いします。私の活動は YouTube、Twitter、アメブロなどインターネットでも発信しています。安城スペース看板娘まるで検索してください。はい、それでは次はぜひ安城でお会いしましょう。
では最後まで盛り上がっていきましょう。イエーイ。それでは聴いてください。看板娘でおいでよ安城商店街。皆さんも一緒に手拍子して盛り上がっていきましょう。笑顔になる街。お買い物するなら安城商店街においでよ。私たちが看板娘よ。今まずはあなたには叶わないけど、ここにしかないものがあるんだ。胸が苦しくなった。
ちなんて君は知らないね。でもね、本当は伝えたい。臆病な僕の気持ち、一緒にピースとずっと、ピースお願いします。ずっとずっとしまっていたんだ。僕の中の甘い君に届けたいよ。せーの、どうかどうかお願いさ、どうかどうか後ろ姿を見つけたよ。信号の街の僕ら、などが歩く速度が遅くなる。きっとこれがチャンスだと分かっているつもり。でもね、言葉にできない弱虫な僕の気持ち、一緒にピースとずっと、僕のことずっとずっと見ていてほしい。僕の隣には君がいてほしい。どうかお願いさ、どうかどうか手をつなが、言えない言葉が浮かんでも、ちっとも意味がないのにね。手拍子、皆さん次はありがとうございます。ずっとずっと君のこと、ずっとずっと離さないから、僕は君のこと、そんなに大好き大好き。どうかどうかお願いさ、どうかどうかそばにいて、二人でいられる時間は世界で一番のハッピータイム。今日はさっそく君に伝えるよ。聴いていただいた曲は看板バンドでおいでよアンジョー商店街とハッピータイム看板製バージョンでした。それでは今日はさあ、以上私たちアンジョー商店街アイドル看板娘でした。ありがとうございました。